どうもー、かげやんです。今日は2019年12月10日火曜日の、昼ご飯になります。一応糖質制限の、昼ご飯としてるんですけども、今日はね、いつもと違って弁当ですね、ほっこりキッチンの弁当を、食べたいと思います。まずこれがほっこりキッチンの弁当で、鶏の照り焼き弁当ですね。このほっこりキッチンの弁当というのはね、全部が美味しいんですね。すべてがうまい。で、こちらも買ったやつが、タコの酢の物ですね。酢の物、タコの酢の物ということで、今日はほっこりキッチンの弁当を食べたいと思います。ということで、ありがとうございます。